ではキリト、あぬしの記憶の確認を始めるぞ。ああ、助かるよ。けど忙しいんだろ、大丈夫なのか。キリトが傷を受けたことはマシにも責任がある。せめてこれくらいは手伝わせてくれ。わかった、それなら甘えさせてもらうよ。ありがとう、カーディナル。ではまずはシャーロットの目を通してみた。お主について語るとしよう。わし本人がお主と過ごした時間よりもそちらの方がはるかに長いからな。了解、よろしく頼むよ。ではお主がルーリットを旅立った頃から始めるぞ。2年以上前か、さすがに細かくは覚えてないな。たかが2年程度で何を言っておるか。お主の行動は突飛ゆえ、わしは事細かに覚えておるぞ。お手柔らかにお願いします。お主が世話になったヴォルデ農場の双子、名前を言うてみろ。それは覚えてるよ、テルルとテリンだろ。さすがに覚えておるか。あやつらがリボンを入れ替え正体を隠してもお主は双子を見分けておったからな。そんなやりとりまで見てたのか。あの頃はお主の正体を探っていた最中じゃったからな。注意深く観察させてもらった。それゆえお主の正体に気づいた時、久しぶりに希望という感覚を味わったのじゃ。希望ね、そこまで言われると気恥ずかしいな。謙遜するでない。お主はその言葉にふさわしい行動を見せ、常にわしの予想を超えてきた。予想？うむ、本来であればお主がシンセサイズをされるためにカセドラルを登っている最中にわしは助け出すつもりじゃった。しかしお主は自力で脱出し、予想以上に早い段階で合流が可能となった。お主はアンダーワールドにおいて最もわしの予想通りにはいかぬユニットじゃよ。それ褒めてるのか。おそらく褒めているのではないか。なんだよその言い方。褒めることのできぬ点もある。それはお主の無茶さ加減じゃ。わしが何度お主の行動にヒヤリとさせられたか。そうじゃ、一つ思い出した。お主、食べ物の天命数値を真意の力で回復できないか試し、案の定失敗して腹を壊したことがあったじゃろう。そんなことするわけないじゃないか。とぼけても無駄じゃぞ。シャーロットを通してバッチリと見ておったからな。それぐらいで死にはせんが、お主は何かと試したがるからな。無謀な実験も一度や二度ではなかったゆえ気が気でなかったぞ。他にも俺のそういう場面をどれだけ知っているんだ。どのくらいじゃろうな。少なくともわしはキリトが思ってる以上にお主のことをよく知っている。とだけ言っておくとしよう。勘弁してくれよ。それは難しい相談じゃ。肝を冷やすこともあるが、お主は面白いからな。まったく、俺はちっとも面白くないよ。ふむ。なんか顔をすごく見られてるな。なあ、カーディナル、どうしたんだ。いや、こうして改めてお主の顔を見ると意外と大きな目をしていると思ってな、ついつい見入ってしまったのじゃ。そんなに大きいか。ああ、大図書室で話した時には気に留めんかったが、こうして面と向かってみて初めて気づいたわい。けどカーディナルの目も大きいと思うぞ。そうか。そんな軽く流さなくても、せっかく可愛らしいんだからさ。どうでもよい。それよりキリト、一つよいか。なんだ。あの子の目を見ていたら眠くなった。故にわしは一眠りする。え？ああ、おやすみ。俺の目ってそんな効果があるのかな。うん。カーディナルの寝言を聞くことになるなんてな。けど、
こうして近くで見ていると本当にただの小さい子供だよな。キリット、お、起きたか。おはよう、カーディナル。うん、お主、近いぞ。何をしておるのじゃ。いや、普段は賢者然としてるけど、寝顔はちっちゃい子供みたいだなと思って。たとえそうだとしても、ここまで近い距離で覗かなくてもよかろう。いや、こんなカーディナルを見る機会なんてないし、しっかり記憶に焼き付けておこうと。何を言っておるんじゃ、もうやめんか。ごめん、謝るから怒らないでくれ。ふん、せっかく気持ちよく眠っておったのに、お主と一緒だと眠れないではないか。でもさっき俺の顔を見ていたから眠くなったって。アホ、距離を考えよ、距離を。今日も記憶の確認を始めるとしよう。なあ、よろしく頼む。今日はわし本人との思い出じゃ。いや、思い出というよりは知識じゃな。知識ってことはまさか。そのまさかじゃ。わしが大図書室でお主に語った話じゃよ。まさかあの話を全て確認する気か。何を言っておる。全ての記憶が元通りか確認する必要があるじゃろうが。それにわしが語った話は全て重要なものじゃ。今後のためにもお主には覚えてもらわねばならん。分かってはいるけどさ、さすがに細かい部分まで覚えている自信は。つべこべ言っとらんで始めるぞ。わしが大図書室で最初に語ったのは何についての話じゃ。確かこの世界になぜ封建制があるのかって話からだよな。うむ、では順に確認していこう。ふふふ、なんじゃキリト、お主眠いのか。そんなことないぞ。カーディナルこそ眠そうじゃないか。一度聞いた話だからか、集中力が持たない。眠気などみじんもないわと言いたいが、ぐぬぬ、寝転がった姿勢で話したせいか。まだじゃ、まだ賢者の4人についてまでしか話しておらんではないか。起きるのじゃキリト。そういうカーディナルこそ起きろよ。完全に寝ちゃってたな。なあ、やっぱりカーディナルも寝ちゃっている。おい、カーディナル。今寝てたよな。寝ておらん。さて、サブプロセスとしてのわしの行いじゃが。おい、俺が覚えている限り話はそこまで進んでないぞ。何を言っておる。確かにそこまで、いや、記憶が曖昧じゃ。キリト、お主寝たな。いや、寝てないぞ。嘘つけ、集中せい。それでどこまで話したんじゃったか。確かアドミニストレーターがカーディナルシステムを取り込んだあたり。まだまだではないか。では続けるぞ。なあ、これで終わりじゃな。やっと終わった。なんだか学院の試験を受けてるみたいだったよ。ふん、睡魔と戦いながら試験なんぞ受けるから成績が伸び悩むんじゃ。何も言えない。とはいえ改めて実感したよ。たった一人の人間の悪意から始まるアンダーワールドという世界で起きた壮大な物語。カーディナル、これだけの真実を一人で抱えてきたのはやっぱりすごいことだよ。今更何を言うか。わしがサブプロセスとしての使命を果たしたまでじゃ。
いや、そうなのかもしれないけどさ、それでも数百年間真実を抱え続け、ようやくお主という存在を見つけたのじゃ。それだけでわしは満足じゃ。真実を共有し、共に戦えたのだからな。ガーディナル。さて、キリト、わしは話し疲れた。腕を伸ばせ。伸ばせってこうか。違う、上にではない、わしの方にじゃ。ね、けどそれだと邪魔になるんじゃ。かまわんから早くせんか。わかったよ、こうか。そうじゃ、そのままじっとしておれよ。ガーディナル、何をするつもり。ああ、腕枕か。ほう、これは腕枕というのか。リアルワールドの言葉は難しいな。嘘だな、絶対知っててやってるだろう。まあ細かいことは気にするでない。では今度こそきちんと一眠りするかな。キリト、腕枕を引き続き頼むぞ。あんまりだ。キリトよ、少し頭を近づけられぬか。頭を、こうか。うむ、そこでよい、そのままでいるのじゃ。いいけど何を。ふむ。なあカーディナル、俺の髪の毛をいじって楽しいか。アホ、楽しいわけあるか。なら、なんで頭を触ってるんだよ。いや、ここにシャーロットはいたんじゃな。さあ待ってな。ああ、ごめん、させなくて。お主の察しの悪さはもう知っておる。いちいち気にしておらんわ。それはそれで刺さるな。女性の心中を探るときだけは随分と悟くなるようじゃがな。シャーロットも毎度呆れておったわ。そんなことはないはずだ。確かに女性が近くにいると髪をツンツンされたけど。まあそれも含めてシャーロットはお主との旅を楽しんでおったからな。わしがあの子に与えられんかったものを与えてくれて感謝しておるよ。いいよ、シャーロットには散々お世話になったから俺が感謝したいくらいだ。そう思ってくれるだけであやつも嬉しいじゃろ。ああ、そうだといいな。どうしたキリト、わしの顔に何かついておるのか。なあ、カーディナルに出会った時からずっと不思議に思ってることがあるんだ。ずっとじゃと。なんじゃ、言うてみ。いや、アドミニストレーターは誰に対しても愛とか情とかを持たずに、シャーロットですら魂なき存在だって言い捨てた冷酷な支配者だったろ。ああ、そうじゃな。けどカーディナルはシャーロットを大切に思っていた。彼女の死を悲しんで世界中の人々に愛情を抱いている。どうしてカーディナルは最初自分は単なるプログラムであって感情なんてないと言ったんだ。俺にはどうにもそうは思えないよ。それは言う通りかどうかわからんが、わしがそんなに感受性豊かに見えるか。冷静だからあまり感情が表に出てこないとは思うけど、今だって十分いろんなことを感じているように見えるよ。そうか、そう見えるか。ならばそういうことなのかな。そういうことなのかって自分のことじゃないか。自分でも不思議なのじゃよ。感情を抱いておるのかもしれないという事実が不思議。本来であれば一プログラムが感情を持つなどありえぬ、あってはならないことなのじゃ。たとえフラクトライトによる存在であろうとも、カーディナルシステムを書き込んだものである以上、人の身を借りているとはいえ、もうわしは人ではないと言えるからの。なら、なんで人の感情を、心を持っていると自分で感じるんだ。わしは変わったのじゃ。おそらく、お主のせいでな。俺のせい？ああ、そうじゃ。お主はいつも感情豊かじゃったからな。シャーロットを通して2年間お主を見つめていたせいで、
影響を受けてしまったのかもしれん。そんな、じゃあ俺の行動を見て一度は封印した感情を取り戻したっていうのか。うむ、あくまで可能性の話じゃがな。お主の行動にはいつも気をもまされたが、それには不思議な魅力があって目を奪われた。わしはもっとお主を見ていたいと思った。200年の長い歳月の中でそんな気持ちになったのは初めてじゃ。俺の行動がカーディナルにそんな影響を及ぼしてるなんて想像もしなかったよ。わしとて思わんかったわ。じゃがだからこそわしの奥底にあった人間であることを確かめたい渇望がお主に出会い明らかになったのかもしれんな。カーディナル、キリト、お主が数百年の時を超えて私を人間にしたのかもしれないな。それはカーディナルにとっていいことなのか、それともわからぬ。じゃがわしは今こうしている瞬間も様々なことを感じたいと思っておるよ。例えば今ここにあるお主のぬくもりやお主の心をな。もし責任を感じるというのなら、お主と共に様々なことを感じさせてくれ。よいな、キリト。ああ、もちろんだよ。サブプロセスとして世界を維持するため200年もの孤独な時を生きたカーディナル、人の感情を得た彼女をただのプログラムと呼ぶことなどできない。彼女もまたこの世界で苦しみ葛藤する生きた人間の一人なのだ。カーディナル、どうしたんだ。キリトよ、少し借りるぞ。借りるって何を。で、手を握ってどうしたんだよ。やはり暖かいな。お主に抱きしめられた時初めて感じたものと同じぬくもりがここにはある。急にしんみりとしてどうしたんだよ。お主と思い出を語るために少し物思いにふけっていてな。そのうちに恐怖に駆られてしまったのじゃ。情けないことよ。情けなくはないけど何に怯えてるんだよ。言い表せわからないのじゃ。わからないなんてカーディナルらしくないじゃないか。何があったんだよ。言葉にしたところでどうにもできぬ。わしにもお主にもな。カーディナル、それでも俺はあんたの力になりたいよ。何か悩んでいるなら言ってくれ。聞くだけになってしまうかもしれないけどさ。まったく、お主は相変わらずじゃな。一プログラムであるわしの力になりたいと考えるなど。そしてわし自身もなぜだかお主には全てを話したいと願ってしまうのじゃ。キリト、それでは聞いてくれ。少しばかり長くなるがな。ああ、構わないよ。アドミニストレータとマミエ戦うとき、わしは相打ちを覚悟していた。それゆえわしは戦いの前にお主を抱きしめた。ただ一度でよい、人のぬくもりを知りたい、そのように感じたのでな。あの時のカーディナルはそんな思いを抱いていたのか。うむ、もちろんお主らを信じていたが、アドミニストレータの脅威も身に染みて分かっておったからな。じゃが結果わしらは生き延びた。そして今わしはお主のぬくもりに触れている。その今を嬉しいことと思っておるよ。じゃがそれは時折未来に対する恐れを、得体の知れぬ恐怖を感じさせるのじゃ。ぬくもりが恐怖を。ああそうじゃ、わしにとっては未知のものじゃからな。それで言い表せないってことか。うむ、実のところ人がアドミニストレーターに抗い、そして勝利し生き残るなど想像もつかぬことであった。じゃがキリトは
プログラムとしてのわしが想像した未来を超えてくれたのじゃ。そんなキリト、わしは初めて人のぬくもりを与えてくれた相手であり、そして底知れぬ脅威だとも感じておるのじゃ。俺が脅威だって？ああ、お主はこの世界を変えてしまった。一体この世界がこれからどうなるのかわからぬのじゃ。世界の維持者であるわしが予想もつかない未来があるなど想像しえなかったよ。故にわしはただ恐れている。お主という異分子、革命者が変えた世界の行く末をな。そうか、俺がこの世界に介入したことが良かったのか悪かったのか、それはまだ俺自身もわからない。でもこれだけは確かだ。俺はカーディナルを含めたこの世界の人たち全てを助けたい、そう願っている。全てを？ああ、俺もあんたの話を聞いた後は何人かしか救えないと諦めるしかないと思った。でも今は違う。俺はやっぱりみんなを助けたいんだ。人界の人はもちろん、同じ魂を持つ人工フラクトライト全てを。だってみんなこの世界で生きているんだ。関わってしまった以上、俺は誰かだけを選ぶなんてできない。そんな俺のことを愚かだと思うかい？まったく、お主はつくづく不思議なやつじゃよ。しかしわしは期待もしていた。キリトがそのような言葉を紡いでくれると。そんなお主だからこそ、わしはお主が作り出す未来の可能性を信じてしまうのかもしれんな。ああ、信じてほしい。俺はきっとその可能性を叶えてみせるよ、カーディナル。ああ、信じるとも。もうキリト、もうしばしお主の手を握っていてもよいか？今はまだ不安を拭いきれないゆえ、もう少しこのぬくもりを感じていたいのじゃ。なあ、いいさ、俺はいつまでだってぬくもりを与えるよ。お主の存在はわしにとって最大の脅威であり、そして最大の可能性じゃよ、キリト。